今日は1月4日、木曜日ですね、ハローワークに来ました。氷屋さんのね、トットエスさんでこのラーメンをやってるみたいです。迷うよね。迷います。ジンジャーテイストの味玉めちゃくちゃ混ざるんだけど、濃厚系だね。そうですね、ドロッとしてるかも。そうですね、うまい。うまいっす。来ましたよ、つけそば300です。つけ汁もすごいね、濃厚そう。あ、こんな感じですよ。いいのかな、いい感じで。はい、ごちそうさまでした。よいしょ。いや、食べた。濃厚だったね。濃厚です。うん、めちゃくちゃ美味しい。はい、今日は1月10日水曜日ですね。現在の時刻は、2時30分です。まだね、お昼食べてないんで、ちょっといろいろ何食べようかなと思って考えた結果、久しぶりにこのね、道の駅笠間に来ましたよ。ここ来たのは、オープン当初2回目かな、なんだかんだ言ってね。はい、着きました、道の駅笠間ですね。ここのね、カツリュウさんが入ってるんですけど、ここのカツリュウさんのラーメン食べたことないんで、食べに来ました。中華そばと満腹セットにしました。173番とこの274番ができたら、液晶モニターにね、呼び出しするみたい。届きました。こちらが手もみ中華そばですね。いい感じで光ってます。それと満腹セットの、チャーシュー丼、プラスマヨネーズ、餃子の3つですね。いただきます。まずはスープからいただきます。うん、あ、おいしいね。麺が縮れてますね。あ、ちょっと手羽み麺か。いやー、食べた。いやー、普通にうまいよ。なんだろう、今までなんか来なかったんで、なんか道の駅の中に入ってるのかと思った。
帰るか。はい、今日は1月12日、金曜日ですね。ただいまの時刻は、12時40分です。今はね、数ヶ月ぶりで久しぶりの、石岡市に来ております。まあ、なんでこっちに来たかっていうと、ちょっとね、数年前から行きたかったところなんですけど、向かっております。獅子頭ではね、ここにあります。お、看板が見えましたね。日立の国総社宮の、ね、看板がありました。ただね、来たことないから、行き方っていうかね、どこを曲がるのかとかわかんないですね。変な民家だ、ここか。あ、これだこれだ、看板がありました。本当に今年はね、今年こそね、いい年にしようと思ってね、お参りに行きましたよ。左方向です。これか、着きました。目的地に到着しました。お疲れ様でした。初めて来たからよくで、経路が分かんないんだけど、ここ上がってくのかな。よいしょ。今日はね、天気もいいしね、一人でブラッとするのにはちょうどいい。菊の花が綺麗、すごい蝶々の数。これお参拝しますか。ヤマトタケルの御事が、腰をかけたという石ですね。こっちから向かって上がってくれるんだ。こちらではね、御神木がありますね。いや、立派な御神木だな、これが。いや、綺麗なとこだね。ではね、お参りしたいと思います。参拝しました。木刀みたいにやってるんだね。これを買いに来ました。ね、お守り買いました。あとね、今ご注意してもらってます。エコーションを書いていただきました。手塚治虫の漫画の火の鳥でね、大和武尊の御事が、使われています。いや、いいところだね、ここは。初めて来たけど、うん、すごくね、気持ちいい。あ、なんか、なんて言うんだろう、詐欺と騙されたっていうかね、そんな言葉って当たってんのかな。でもいいところだ。もうね、時間が、1時半になったんで、ご飯食べてきました。こちらもね、ずっと来たかったと思う、ヨット食堂。
しょ。いや食べた。いやウッドさん、うん、美味しい。あのね、なんて言うんだろう、でそう駅の前だから料理のね時刻表みたいなのがあって、早くできます、何分、かかりますというのが書いてあったね、丁寧にね。今日はね1月17日水曜日です。スペシャルゲストで俺のブラザー行くぜ俺の愛するブラザーが遊びに来てくれましたよ。初日の出違う太陽拳ヒーちゃんです。マジでヒーちゃんです。よしよしよし、今日一緒に、ね、ご飯食べに行くって。いや恐縮です、ちょっと恐縮です。恥ずかしいですね。恥ずかしいですね。キックですよね。そう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 、これだか忘れちゃったんですけど、でとりあえずあれですよ、あれアンディボガードの残影権だったらジャグでいきますよ。斜めからね、斜め下から、そうそうこうやってこうやって斜め下から斜め右上、そうす、斜め右上はあれです、レッパダンケース足のキックですね。で斜め下からの、斜め後ろ下からの斜め前上がレッパダンですね。レッパダンですね。これパッドね、俺が使ったやつ、これビッグパッドはマジ釣れますよ。これ人気あんもんね。あります。これはもう20年ぐらい前だよこれ。あとはここにこの輪っかですね。輪っかがこれ8缶って言って、このリングじゃないとこのおけずに刺さってる、うん、この8缶無理やりぶっこ抜いて、それで8缶のこの輪っかとこのブレードを直付けにするんですよ、うんうん、そうするともっと音がガチャガチャガチャ、あ、なるんだ、うるさくなる。でそれを真ん中からこの上に移動したりして、うん、新しくヒートに刺して、そのヒートにこれつけてやると、うん、さらに音がガチャ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 うるさくなるっていう。なるほどね。でこのこっちから見るとこうバドワイザー、そうそうそう、しまいですね、うん、で後ろ裏に返すと裏返ってしまって、そうそうそう、これがいいですね。これがそう、マサさんって面白いな。マサさんこのタイガーは、うん、これ多分このカラーとバスカラー多分もうなかなか今買えなくて、本当オークションとかでもあんま出てこないと思うんですけど、どうだろうこれ多分4000ぐらいになると思います。売ろうかな俺も。これ俺のヘドンとかの。売るんだったら、中古釣り具屋とかで持ってかないで、あそこ。オークションで売った方がいい。そうそう、オークションで売った方がいい。ああ、なんでも今やっぱ個人で売った方がいいんだね。このタイニートペイド、これは、こうやってこれヘドンのこれが入ってるから、これは90年代あたりですかね。うん。あ、それでこれタイニークローラー。この頃集めてたのよ。この色と。でもヘドンやっぱ間違いないです。タイニークローラー。ね、ヘドンかっこいいよね。いいです。ちゃんとこれ。これ結構わかんないですけど、これなかなかじゃないですかこれ、うん、で大体セミをイメージしてんだろうけどね。そう、大体これってこの羽のここのとこ削るんですよ。ここ削って、うんうんうん、今この角度じゃないですか、うん、で削るとこれがちょっと広がるんですよ。そうするとこう泳ぎがもっと激しくなるとかよくなるんですね。でこれとかなんかこれはスミスカラーでワカメ、うん、あのワカメコーチドッグのワカメなんですけど、これもザラ、あ、まあ、でもこれ見かけないですかね。この銀色のやつを持ってたんですけど、うん、銀色のやつは職場の友達に釣りやるって言って、あげてたんですけど、マサさん、この中の目玉は、これとこれと、これと、このパピーもこの色の中なんかイエローのボーンないし、クリアのボーン。結構じゃあ俺いいの持ってんだ。そう、マサさん、この、とりあえず。これ多分俺持ってるだけで使ってないよ。これはやばいです、マサさん。これ、いや、それでいいです。もうコレクターだから、俺も。これはとりあえず、マサさん、結構、やばくなって、もしやらないっていうんだったら、うん、これ、売ったもん。オークション行きです。出したもん。でも、これ、やばいっすね、ちょっとこれ、これ。いい色してるよね。そうタイガー。これって、ビッグタイガー、マグナムタイガーって言われるやつ、結構再発とかされてるのは、うん、こんぐらいの大きさなんですよ。うんうん、それはもう、普通に、やっぱ再発で出てるぐらいなんであるんですけど、これってもう、再発を多分してないと思うんですよね。このサイズは。そうっす。ほんで、しかももう、当時のものって、もちろんそうなるから。うん、久々見て自分のこれはマサさん憧れるし、アンバサダーのこれはアンバサダーの 4600C、 うん、俺が使ってたんだけど、アブって結構あれなんですよ。5000番とか4000番とか、うん、その6000番いろいろあって、5000番と6000番っていうのは大きさが違うんですよ。5000番がまあ普通のバスだとしたら、6000番がちょっとワイドですから、ちょっと大きいやつ、うんうんうん、でこの4000番っていうのは4000番の4000番がちょっと俺もよくわかんないですけど、5000番と大きさが一緒です、うんうん、でこの600、4600C、4500って言うんですけど、うん、4500と4600、何が違うかっていうと、600番ってのつくと、このベロなんですよ、あ、うんうん、そうです、サムバーになって、うんうん、で、4500だと、ここにあるカチャっていう、
投げる前の下敷きが必要なんで、ガチャッとやって、ね、やるやつで。そういうのがついてるんだ。そうなんです。で、C はこれ、ベアリングが入ってるモデルですよ、と。これでも俺ね、下手くそったね、ドラムはね、投げ方がね、すぐこう、バック出しちゃってさ。それはもうあれです、まさに大丈夫です。これ、ブレーキ調整の時なんで。あとでじゃあ、メンテナンスね。はい。ちょっとこれ、全然いいですよ、これ。今は、筑西市に来ました。時刻はね、12時16分ですね。もう近い？もう近いです。あと 120m。 あと1分ですね。あれか？白い、違うか？なんかそれっぽい。どれだろう。この辺じゃまだわかんないね。そうそう。あと 60m。 あ、でもラーメンの旗がある。僕見えません。これ黄色いの。これだ。麺屋しばちゃんち。あ、ほんとほんと。すげえマンション。あ、でも1台空いてるね。止めれる止めれる。すげえ混んでる。人気なんだね。うん。で、混んでるね。麺屋しばちゃんち。あめにある。混ぜそばとかもあんだ。しかも値段も良心的じゃん。そう、値段良心的だね。タンデーもうまそうだし。やっぱパイタン食いたいな。パイタン醤油。パイタン塩。わささん。マサさん、麻婆さんなんだから、麻油の麻婆さんじゃないですか。これね、うまそうね。メニュー、あります。あ、ビール。マサさん、ビール飲んじゃう。ビール。いや、乾杯。おいっす。乾杯。お疲れ様で。再会に乾杯。やばい。やべ、マサさん、飲みに来て。いや、どういうこと？はい、俺、夏とかだったら大丈夫で、夏休みに行くし、みんな帰っちゃうから、いなくなっちゃうから。飲み行こうよ。こちらがね、混ぜそば。うまそう。それとね、お湯飯好きです。ね、ブラザーの、こっちの煮干し。煮干し。煮干し。何、こっちまで煮干しの匂いがする。はい。最高だ。え、ハンちゃん。ハンちゃん。たまんない。お腹すいたね。とりあえず混ぜそばは、まあ、混ぜるべしだね。よいしょ。よいしょ。うん。うん、うまいね。うん、間違いない。煮干しファイター、いただきます。うまっ。うまい。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃ美味しかった。もうフィギュアも綺麗に食べました。所作が別でした。ごちそうさまでした。よいしょ。はい、うますぎてちょっと飛び出しましたね。後ろは多分中に入ってますけど。本当だ。前飛び出しちゃいましたね。うますぎて。うますぎてね。めちゃくちゃうまかったね。めっちゃうまかった。ちょっとね、ラーメンの後はね、カフェで。車どこ止めたのこれ。あ、あった、こっちだ。反対側だった。ラーメンの締めはハワイアンな感じですね。そうだね。粉コーヒーとかカフェ海と花さん。駐車場こちらにありましたね。ありました。まあ、ちょっと締めでね、コーヒーといただいて、こんな感じに一軒家になってんだ。一応ランチメニューになってるけどさ、コーヒーだけでも OK だよね。うん、あ、こっちでもある。飲み物ありますね。
あ、チーズケーキが好きなの。ちょっとおしゃれな感じで。あ、おしゃんだね。すごい天井が。こんな感じ。これ映えちゃうじゃない。映えちゃうですね。すごい。そうだ。全部食べれるんだってこの花もね。いや綺麗。で俺のクリームソーダ。たまりません。美味しい。うますうます。熱つまりラテに。幸せ。うん。うん。なんかすげえ、ほんと鼻なのにね。あ、匂いもするし、うまいしね。うん。そんで、あれしよう。その琉球ご飯みたいなの？こん中に俺の頭が浮かんでてもこう、変わらない。そうね。どっちも可愛らしいよ。うん。美味しい。うん。うまっ。綺麗だよ、これ。回しても綺麗だもん、これ。あ、わかりますね。ってことは、この花も食べれるんだ。うん。うまい。ちょうど暑かったからいいね。はぁ、あ、うまい。いや、いいカフェだったね。ね、いや雰囲気もいいしさ。最初マジでしみじみ飲もうとしたんですけど、うん、だめだ、ガクチで飲みたくなっちゃう。次、本当にいいカフェでした。海と花さん、ごちそうさまでした。今日の放送はこれで全部終わりました。お休み前にもう一度火の元戸締まりにお気をつけください。そうかねー。